今日はですね、えーと、こちらのデジタル対応受信機についてお話ししていけたらと思います。で、えー、と今回、えー、まあ、探に言いますと、あのメーカーがあの非あの推奨と言いますかあの、あんまりおっぴらにはできないけど、こういうこともできるようだねと言ってる、えー、ものがありまして、あのこれ10あの A、同じ AOR の AR5000 という まあ固定型の受信機とかに実装されてるんですけども、中間周波数、IF-out とかって表記になってるんですけど、そちらの 10.8MHz をえ出力できるようにして、こちら、のえデジタル対応無線機に突っ込むと、信号を入れるとまあ受信できるというものになってます。 あくまでもこれ、あのメーカーは、まあ、できなくはないけど、あんまり強く進めないから、まあ、やれな、やらない方がいいかもねっていうふうな、そんなぼんやりしてる、えー、ことですので、まあ、あ本当実験がてらということで、いいか、あの、捉えていただければありがたいです。で、えっ、ー、と、私が行ったのは、まあ、デジカントカントは、あの、アマチュア目線のデジタル通信ですとか、えー、そういうものをやって、 いろいろ復調できるかなということで試してみたんですけども、えーとまあ、それなりにできるんですけども、あの空,港空港敷地内で使っているテトラというえ方,式があの方式の、えー、無線があります。まあ、国内では、えー、と今、羽田空港と、えー、成田空港、あと伊丹空港とセントレア、伊丹空港じゃないですね、えー、と関空とセントレア。 ですね、その4つで確か使ってたと思います他でもあったかもしれませんけども私が把握してるのは、えー、その4つですでえっ、ー、とそこで使われてる無線で、えーまあ、チャンネルとかもあの、まあ、周波数手帳ワイドとかにも載ってますので、えー、それでちょっと試してみたんですけども、えー、こちらその方式ではできませんでした まあ、あの受信強度とかをい,あのいろいろ考えられると思ったので、えー、ちょっと機会があって、えー、あと羽田空港の第一、えー、ターミナル側の、えー、と立体駐車場そちらの方に行って、えー、試してみましたが結果はだめでしたあのガーガーガーみたいな感じでノイズしか聞こえませんでしたただあの単体であのこれを、えー、使うとばっちり音声化できます 多分あの何か設定がおかしかったのかもしれませんけどもいずれあの私が試した結果復、ま、調はできませんでしたもしこれから、えー、と買う予定がある方で、えー、テトラーもちょっと聞いてみたいというふうに思われている方がいましたら、えーとまあ、単体で、えー、聞いた方が無難かと思いますあの IF アウトでやっても多分 聞くことができないと思います。えー、今日のお話はまあちょっと取り止めのまた例のことを取り止めもない話になりましたが、えー、これでおしまいとさせていただきます。ありがとうございました。